人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちとゲームボーイと40代プレイということですね。今回プレイするソフトはスーパーマリオランドになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。はい、3面ですね。3面はいいスタートです。やっぱり多少ね、ここら辺に来るとね、ちょっと難易度上がってくるんですよね。モアイとかが結構いろいろ出てくるんで、まあ、モアイとどっちかっていうとね、ここよりは、イメージ的には、なんだろう。グラディウスとかね。お、久しぶりに出ましたね、この。砲台もね。ただ、あれも、なんていうんですかね。固定砲台でなくて、こういうとこが出てくるっていうとこが、土管から出てくるような仕様になってるというか、ちょっと、新たなギミックになってます。小さくなるとやっぱちょっと焦るな。今までだったら余裕だったけど。あ、ダメだ、死んじゃった。あー。どんまい。まさかあれで死ぬと思わなかったな。こんなところでミスると思わなかった。もうちょっと後半で、めっちゃむずいとこにすると思ったのに。やっぱちょっとこういうところがチキンハートですね。やっぱり我ながら。危な。こう出てくるのがちょっと落としいんですよね。まあ、上にいたら全く問題ないですけどね。そう、あと、走ってくるモアイ。ちょっとびっくりする。初見でびっくりしますよね。まあ一応、昔やってた鬼滅が反射的に避けれましたけども。 あとそのゲームボーイの変遷とかですね、ですけども、一応最初にねゲームボーイ出た時は結構皆さんご存知な方はご存知と思うんですけども、結構分厚かったんですよね、電池カバー部分とかが。それが結構その後小さくというか、なりましてね。だいぶ。危ない危ない危ない。たまたまだ、今の。このモアイ、落としいな。縦型モアイ。怖い。ここ岩です、岩が。この岩に乗るっていうね、ギミック。なんで絶対死ぬっていうね。なかなかハードですよね、これも考えりゃ。その出てきたのが、あ、すいません、ちょっと、間違えました。ゲームボーイポケットですね、ですよね。ポケットっていうのが出てきまして、その後に、ゲームボーイか、ライトですね。ライトが出て、そのライトの派生として、ゲームボーイカラーっていう形ですね。うん。そういった形で、一応ゲームボーイっていうのは、どんどん進化していきました。まあその後ね、ゲームボーイアドバンスになっていくんですけども、ゲームボーイって本当息がなかったですね、実際。多分89年、90年ぐらいの発売だったと思うんですけども、そっから、カラーの発売は98年とかですから、で、その後アドバンスが出るのがね、多分2001年ぐらいだったんで、それを考えると、すごい、11年、12年ぐらいですかね。うん。まあけど、その、アドバンス出た後もソフトが出てますから、それを考えると、本当に、最も長いハードなんですかね、もしかしたら。この、現役でいたっていう意味で言うと。だからソフトも、だいぶ出てるんじゃないですかね、本当。僕はあんまり、そんなめちゃくちゃ、こう、持ってたわけじゃないですけども、当時も。またね、将来的にどんどんこう、今後も動画に上げていきますけども、そんなにこう、思い出がめちゃくちゃあるから、ソフトっていうよりは、こんなソフトもありましたねぐらいの感じですよ、本当に。あった気がしますぐらいのレベルです。だからゲームショップとか見てて、あ、こんなあるんだっていうのを見たくない。今の落ちる器です。危ない危ない。たまたま覚えてた。雲とか結構落としいんですよね。あんまりこうね、だいたい焦っちゃうとミスりますから。
魚叩くと大事なんですよね、亀もね。本当にこれ確か続編も一応出てましたね、2だから。またそっちもね、できれば動画にするか配信にするかで皆さんにご覧いただきたいと思います。ただ僕が個人的に2をやったかって覚えてないんですよね、あんまり。なんかやったようなやってないような感じですよ、本当。気持ち的な、気持ちの中では。あったのを覚えてる程度ですね、本当。続編に関してはね。こっちの方はもう本当、あ嘘恥ずかしい。今のショックだわ、なんか。これでそのまま行こう。あーショック、これも。しょうがねえ。ダメね。だいたい語ること全部終わったんで、僕の中の。まあ、まあ、あるあるじゃないですけども、ゲームボーイに関する知識はちょっと披露終わりましたんで、あとはもう、延々プレイに集中したいと思います。危ない。おっぷなー。あ、あった。ラッキー。一気に2機増えた。コインと両方で。うん、結構、だから多分ね、無限ワンナップの技とかなかったと思うんですよ、このゲームに関しては。ただその代わり、あ、嘘そりゃねえぜお助けのつもりなんだろうけど、こっちからしたらもうただの本当に迷惑でしかなかった、今の。ブロック。もうやだ。こっけど3面だからあれですよね。ボスが来るはずね、多分ね。だ。だけど、毎回ね、あれ昔覚えてるんですけど、あそこね、キノコ出なかったことあるんですよ。実は。バグったらなんかわかんないですけど。めんどくせえか、そんな行こう。もう、無視。本当は上をね、くぐるのが一番いいんでしょうけどもね。はぁ、あ。さすがに多少、やっぱり難易度上がってきましたね。次の4面とかは多分難しいと思いますよ、最終面だけに。楽しみっすねー。ナイス！最終面来ました。まぁ、ここはちょっとね、これまでちょっとテイストまた変わりまして、中国ですよ。で、中国ということで、確か僕もちょっと記憶にあるんですけども、多分、あれが出てくると思います。出てきました！ヒョンシーもう、世代がわかる。これで、いたいたっていうのは、もう多分30から下の人はあまりもう、イメージがない。絶対。しかも、ヒョンシー死にません。踏んだのでは。もうだから困るんですよね。4の1ぐらいは確実にいこう。怖え、怖え、怖え。よし。何が言うしか分かんねえけど。ふぅ、この斜めのね、床が結構厄介なんですよね。よし、危ない。よっしょー。危ない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 。あ、くそー。これでかくなったのに、一瞬で消えちゃった。あぶね。ちびでよかった。ちびマリオって、ありがたいね。こういう時って。きたー！やったぜー！よかった、思ったより苦戦しなかった。やったわ。さあさあ、来週面に向けてラス前ですね。ラス前ですけども。
難易度は高そう。あんまり残機ないよ。ここで死んじゃうとやばいよ。最終面がちょっと。ああ、一瞬で焼けちゃった。もう懐かしいお城のあれですね、火の輪ですね。まあ、あのゲームボール関係でやっぱりこれ地下的だったみたいですけどもね。さすがにこういうと確実にね。怖えー、ここ怖えー。いけた、よし、いったぞ。ああ、だいぶ、さすがに最終面ぐらいはね、難易度上げてないと、とかとね、プレイヤーさんはやっぱりハラハラさせないとね。僕はあんまり視聴者さんもハラハラさせる気はないんですけども、普通にやってるだけなんで。よくできました。よしよし、最終面これでーす。空でーす。まさかの最終面シューティングっていうね、この多分アクションがやりたい人はふざけんなよかもしれないですね、もしかしたらね。うん、まあけどこればっかりはしょうがないです。だから、本当、こうシューティングが苦手な人はちょっと辛いんじゃないですかね、当時。辛かったんじゃないかと思いますね。まあ、その、アクセントとしてはいいんですけどね。僕とかは、まあ、シューティングとか結構好きなんで、まあ、うまいかどうか別ですよ。毎度言いますけど、シューティングは好きなだけですからね。うまいわけじゃないです。だから僕とかはやっぱこういうギミックが好きですね。あってくれたらありがたいです。無敵ありがたいな、この時ね。確実にこいつを倒して、得点稼ごう。まあ、得点を稼いだから何か、なんだって言われる話なんですけど。危ない危ない。ここ多分ね、この壁とかをこう、さっと行かないと、ダメなギミックが来るはず。こういうのパターンは。お、いやー、すげえ来るじゃん。わな、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 わな。無理しない、無理しないよ。起きましたね、やっぱこういうやつ。うん、これはファミコン時代がありますね、こういうさっさと行けよこの野郎っていう仕掛け。さあ、ボスがどんな感じなんでしょうか。ちょっとやっぱ緊張するな。ラスボスがどんな感じなのか。危ない危ない、おお、危ない危ない、やるとこだった。なんだこのげんこつ。最後に来て。お、雲、なんだなんだ、なんかすげえ弱そうだけど。特に攻撃してこねえぞこいつ。余裕、あ、終わらないのか。こいつがタタンガかな、多分ラスボスの。当たってんのかな、これ攻撃。よくわかんない。当たってる、あ、思ったより弱かった。マジでこれ終わりなの、もしかして。ラッキー、終わったかな。イエーイ、やったー、デイジー姫助けたよ。はい、ユアクエストイズオーバー、やりましたー。はい、飛行機で出しましょう。やったねー。いやー、やりましたねー。いやー、やっぱ久しぶりに、ほんと、20年では聞かないですね。25年ぐらいは多分やってないと思うんですけども、軽く。いやー、面白かったです。まあ本当にね、やっぱりスーパーマリオの、系譜を色濃く受け継いでますよね。
これを携帯ゲーム機でねプレイできたっていうのはやっぱり当時の子供だった自分としては幸せだったなっていう思います。いや面白い。まあどうしてもねボリュームが若干少ないっていうところはやっぱり悩みの種ですけども、まあけどロンチタイトルでこれだけ遊べたら十分だと思いますね。うん、当時の、まあ、400万部売れたっていうのはまあ伊達じゃないと思います。ジエンドかな。やりました。はい、はい、ということで今回はここまでになります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。スーパーマリオランドいかがだったでしょうか。いや本当にね、さっきちょっとエンディングでは語りましたけどもね、うん、スーパーマリオロンチタイトルの何ね、あの発売に恥じない作りだった出来だったと思います。またねこうやってあのゲームボーイのソフトに関しましてもね、本当にいろいろなソフトをできれば配信動画にして皆様にお届けできればと思っておりますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。あとねコメントが恥ずかしいなって方はあのグッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。